どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はそれでも歩むは寄せてくる見ていきたいと思います。では早速始めていきますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。前回ね、タケルを入部させることに成功したから、でも名前がなかったね、まだね。あれ、どうした。おお、ポニテポニテ、うん、なんだえ、お互いなんかよそよそしいね。髪型で、うん、ポニテにしてるよ。めっちゃ可愛いけど、あいや、これ歩は絶対なんか思ってるな。揺らしてる揺らしてる。おう、直球です。うん、来た、入ってき方。うん、いいね、気合い入ってんね。いやー、タケルが、まあ、幽霊部員ではあるけどね、一応人数としてはこれで3人になったわけだから、あと部として動いていくにはあと1人か。だから桜子がそのまんま入るのかなと思ったけど、入んないっぽいね。ってなるとあれかな、マキちゃんとかかな。いや、マキちゃんなんか部活に入りそうな気もしないんだよな。他の部に入ってんのか知らないけど、まあ歩としてはね、ずっと2人でいたいからあんまり人数は増やしたくはないんだけど、でもタケルがね、幽霊部員っていてくれるから、歩からしたらすごい、なんだろう、都合がいいっていうか、うん、人数も増えて2人きりでいられるっていうね、いいね。前回のやっぱ体育祭、あれでこう、なんだろう、運動が苦手だけど頑張ってる漆、すごい可愛かった。最後はね、お姫様抱っこで歩があれなんだっけ、なんとか競争で連れてきてたけど、もう全部可愛かったよ前回は。お、確かに角と竜だしね。うん、うん、自分もそうですね。指し筋みたいのが分かんのかな。うん、打つの難しいよね。勝ち。これ板が。笑ってます。あ、焼き虫とか焼かないんだね。うん、もうあ
なんだ、ああ桜子だ。そうだよ。あ、出ました催眠術。これ五円玉の穴大きいよねこれ。さあ行きましょう。こんだけかかりやすい人も珍しいよね催眠術に。はい。うん、漆かかりやすそうだな。ああむすっとしてます。即答ショック。あ、なる。本当かこれ。なのか桜子。うん、あ、これは救われたぞ。タケル。あ、戻ってきた。あれ、トイレは？少しでもそばにいてあげるってかい。なんすか。いや、いいね、この二人もいいね。うん、あ、文化祭。うん、お、はあ。そうだね、先輩の手料理だから。高校の時焼きそばやってたとこなんかあったかな。こんなに盛り上がってるもんなの文化祭の準備って。何、顔。顔が。はあ、ここで部が必要になるわけか。
お、いいじゃん。おーい、デート。うん。まっすぐだね、歩むは。あ、部員探しなの、そこは。デートになった。ガッツポーズ。自分吹奏楽部だったんで、一日中こう練習っていうか裏で動いてたんで、文化祭の表の部分知らないんですよね。その回るとかっていう概念もないし。あ、売り子やってます。うん、お、100円安っ。うん、うん、何個ぐらいある？それ。おう。声出てます。ああ。お。うん。100円だよ。てか食ってるし、食ってる歩む。また食ってるよ。早く売り切るためにかな、デートのためにいっぱい食ってんの。あ、残り3個。おう、ふん、3個。え、何、何かを察してくれたのか。お、たける。うん、今から行こうよ。タケル察してくれたの。そうだね。でかい。声がでかい。うん、8匹たまんまなんだね、漆は。うん、うん、まあ、あれ、漆はあるのかな、デートしたこと。だよね。
いいね。運動音痴だから。さすが。さすがやるね、歩は。この先輩と後輩のサイズ感がすごくいいなって思うわ、毎回。女子が、の先輩がね、小柄っていう。ああ、可愛い笑顔ですよ。あ、この声は、マキちゃんだね。言っちゃったー。マキちゃん。初です。いや、その通りだ。そうなんだね。 意地があるんだね。おお、そして桜子。こっち違う。いやー。 ほうほうほう。よりによってお化け屋敷だったんだね、タケルがやってたのは。超本格的なんだけど。 こういうのはね、怖がってもらった方がいいんですよ。お、来ました。そうなの？なるほど、それだ。よう分かってるわ、桜子。あれ、一緒に。それはちょっと予想してなかったな、桜子。一緒に入る？これさあ、脅かせる？こんなんでたける。いい感じ。 そんな直前。 ちょっと、あれ、逃げてっちゃった。 まあしょうがないね、ブレーキかけることなんかできないよ、あんなんじゃ。 ポータブル将棋。一番を聞きたがるね。
なんだろう、なんかの伏線になりそうな気もするね、これ。ここで終わったら。それか、そこが気になる。あ、でも田中って呼んでるわ。そりゃそうだよ。そりゃそうだ。うん。あれ？呼んでくださいよ。呼んでくださいよ、下の名前で。あー、終わりか。早いなー。いや、面白い。もうなんかニマニマアニメだ。さすが高木さんと同じ作者さん。高木さんの時も毎週毎週ニマニマしてましたからね。面白いねー。今回のその名前の下りはどうなんだろうね。今後歩むって呼ぶのか、田中と呼び続けるのか。なんか部員探しみたいなことを初め冒頭であったから、部員、新しい部員が決まるのかなっても思ったけど、今回決まんなかったね。あの桜子が作詞だね、あの子。本当にタケルのいいようにこう手のひらで転がしてるというか。あのお化けの隠れてるところに一緒に入ってくるとは思わなかったな。いやいや、いいね。体育祭、文化祭と、もうやっちゃったね。結構一大イベントだから後半の方にやりがちだけれども、このお祭りをやったってことは今後どういうお話をしていくのかっていうのがやっぱ気になるところではありますね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想ありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。